じゃーん、おはようございます。今日もパリスバケットで買ったパンとこのめっちゃ辛いソース付きサラダとヨーグルトビーツジュース、これでいただきます。じゃじゃん、本日の今更届くなシリーズ、ご覧の通り iPhone ケースなんですけど、あのみんな大好きレーザーの iPhone ケース。これ何がすごいって、レーザーのこのアーキテックプロっていうこのクーリングシステムを搭載した iPhone ケースなんですよね。なんかどうもただのケースじゃなくて、熱を逃がすんですよ、ここに。まあ多分なんかあの放熱剤みたいなやつが入ってて、このスマホの熱を外に逃がすようになってるってやつなんですけど、これ iPhone 12 Pro 買った日に注文したんですよね。今となってはこの D ブランドの MKBHD モデルのこのラッピングがめっちゃ気に入っちゃったんで、ケースつけたくないんだけど、今更届いてしまったという。まあ一応せっかくだからちょっと開けてみまして、まあ動画撮るように、外撮り用にいいかな。どうしよう。あ、ただ、軽い。あ、まあさすがにこの純正のシリコンケース、あの革じゃない方のケースと比べると、ちょっと重いけど、でもほぼ純正のこのケース並みの、なんか、いろいろ冷却機構とかついてるから、ゴテゴテするのかなと思ったら、意外と軽いし、柔らかいし、ここのサイドが柔らかいですね。ここが。ここは柔らかくて、ここは、なんかしっかりしている。あ、素晴らしいですね、これ。なんか、ケースのハマりも、なんか緩めで脱着しやすい、比較的脱着しやすいし、この間これつけようと思ったらこれ結構カチカチでこのサイドのステッカーが剥がれちゃったんですけど、まあもうだいぶあのステッカーが定着してきてるのもあるんですけど、こっちの方が緩くパカンとつけられるんで、こっちの方が取り外しも楽そうですね。まあなんか重さだいぶ最近慣れてきたし、まあちょっと外で動画撮ったりするときにはグリップになっていいのかもしれないですね。せっかくだからしばらく使ってみますかね。と思ったけどやっぱり重いな。早々に心がくじけそうな気がしますが。まあでも、一応使ってみますか。さあちょっと昨日は散歩サボりましたが、今日はちゃんと散歩に行きますよ。そしてこの α7C の最適化をまたちょっと狙いたいんで、さあここが運命の分かれ道、フェリービルディング方面に行くかピッキーの方面に行くか、さあどっちしますか。メダルアート何も言ってないよ。ピッキーの今日はピッキーのです。さあということで、あの例によってこの α7C をカタリストで手ブレ補正するっていうのがかなり有効なのは分かってきたんですけど、なんかこの間前回散歩した時は後ろが結構揺れるんですよね。でこれシャッタースピードが遅すぎるせいで、まあ、24フレームで撮ってるんで、普段はシャッタースピードを50分の1にしてるんですけど、ちょっとこれだとあれってカタリストがブレを生成してるわけじゃなくて、そもそもの映像がやっぱ結構ブレちゃってるんですよね。だからシャッタースピードはもうちょっと早めないといけないってことで、今日は125、昨日あのドライブ動画で実験したら125分の1はもうバッチリだったんで、今もこれ125分の1にしてますけど、ただあんまりシャッタースピード上げしすぎちゃうと動画の滑らかさが減っちゃうんで、もうちょっと落としたいんですよね。100分の1だとどうだろうっていうのをちょっと実験したいと思ってます。さあということで、これがシャッタースピードを100分の1にちょっとだけ落としてみた感じですね。まあ、あとちょっと今日レンズもあの1635の Z レンズ、カールサイスの1635レンズにしてて、これ F4 立ち上がりなんで、
あんまりボケすぎないし、あと光学レンズ手ブレ補正、レンズ内手ブレ補正が入ってるんで、これでさらに最強になるんじゃないかと。でちょっと重い、だいぶこの自撮りしてる時の重量感が変わりますけど、まあでもギリギリ許容範囲な気もするんで、さあシャッタースピード100分の1で1635の Z レンズのレンズ内手ブレ補正含めてどうなるか。まだいける気がしますね。80分の1でもいけるかな。さあじゃあちょっとこれで80分の1にしてみました。結局あの広角の手ブレ補正が入ってると、そのブレみたいなやつが事前にそのセンサーに入る前にある程度防げるんで、ああいうにじむみたいなのが出にくいんですけど、カタリストみたいに後処理でやる補正の、まあデジタル補正のやっぱりこれ GoPro とか Osmo ポケットとかでも DJI ポケットか、あのああいう系でもやっぱり起きがちなんですけど、どうしてもシャッタースピードを下げて、元映像がにじんじゃうと、まあ、そればっかりはどうにでも補正できないんで、ある程度シャッタースピードを稼がないといけないっていう。 iPhone でも起きますね、この問題なんですけど、今80分の1までして、でもなんかちっちゃい画面でプレビューしてるからわからないんですけど、やっぱり100分の1、このレンズでも100分の1ぐらいがスイートスポットのような気もしますね。ちょっと急遽予定変更です。ピキーノに行く予定でしたが、ちょっとルート変更します。ちょっと今シャッタースピード100分の1にしようと思ったんですけど、プレビュー見てるとやっぱり100分の1だとちょっとにじみが出るようなちょっと恐れがあったんで、結局125分の1、昨日のあのドライブ動画でバッチリだったんで、これ以降は125分の1で撮ってみて、だできるだけシャッタースピードは下げたいんですよね。だからちょっと今日の結果を見てもうちょっと最適化を詰めていこうかなと思いますが、一旦残りは125分の1でいきます。あと画角が 16mm になったんで、昨日までのあの 20mm よりもさらに1段階画角が広くなってるんで、カタリストでクロップするにもクロップの余力が増えたっていう意味でも、ただやっぱちょっと重いですね。この状態で持ってると長時間話してるとやっぱちょっと手がプルプルしてきます。ちょっと今日も駆け上がらずに急いでいきます。さあちょっとこのルート変更によってピッキーノでコーヒーが飲めなくなってしまったのが今最大の残念ポイント。どっか代わりのコーヒーポイントを探さないと。エスプロやってるかな。エスプロやってればベストですね。よし、あ、エスプロやってる。これはラッキー。ガガーン、クローズドやってなかった。そしてブルーボトルも安定のやっていないっていう。まあリビルコーヒーは、カフェリビルは、まあ、ここは絶対やってないですよね。わあ、久々にこの橋を歩いて渡ります。そうでもないか、向こう側はいつも渡ってました。フェリービルディング行くときはいつもあっち側渡ってるけど、まあ、こっち側渡るのは確かに久々です。ツアイスのこのレンズ内手ブレ補正はでかいかもしれないですね。何にも今手ブレ補正かけてないんですけど、やっぱプレビューで見ると結構ブレ感が全然違うんで、やっぱこれ最強かな。もうちょい軽ければベストなんですけどね。ちょい重、ギリギリ中のギリ。さあ最後の望み、フィルズコーヒーはやってるか。あ、これやってんじゃない、うん、これやってますね。今買うか帰りに買うか。無事コーヒーゲット。さあカルトレインステーションまでやってまいりました。なんかここのは結構フレーバーがいろいろあって、なんかアロマにこだわってるって感じで、これはこれでありですね。うまい。普通
久しぶり感あんまないけど。あ、本当ですか。今鳥貴さんの YouTube 見てたから。ああ、そうです。え、でも生で会うのちょっと生でじゃない。まあそう、うん、サンクスケティングやそうだ、そう、はい、刺身かわいい、かわいい。サバとトロ、中トロ、サバと中トロいただきます。なんか合同で、ね、これ何、どこで、え、かわいいね、有名なの。あのツイッター界隈では例の魚屋っていう名前で呼ばれてる謎の魚屋です。あ、そうなんだ、はい、あの新年ゲスト2日あれリビルド1日ってなったけど、あ、今日、明日、はい、2日でさあ無事ミッションコンプリート。ちょっとコーヒーこぼしたりトラブルはありましたが、なんとか刺身をゲットしたんで、今日はあとはガスズで買い物して夕飯に備えます。なんかめっちゃウミネコが叫んでます。何か訴えている。もうちょいズーム、あ、ズームが APS-C プラス 35mm でズームすると結構寄れますね。ガスズ並んでる。ちょっとこれは今日はスルしよう。ていうか明日やってんのかな、おみそか。まあでもとりあえずは緊急はないので今日は諦めます。さあこれも家帰ってきたらすぐこの α7C で撮った動画はカタリストで手ブレ補正しちゃうっていう。で、あのオートホットキーのスクリプトもいい感じに安定してきたんで、これでもう任しておけば、あと勝手に手ブレ補正かけたやつがもう夜編集するときにはファイルが出来上がってるんで、これはもうだいぶ楽ですね。これだったら十分運用できる感じですね。じゃじゃーん、土鍋。ちょっと今日は美味しい刺身が手に入ったんで、ご飯にこだわりたいと思います。土鍋で炊きます。一時期凝ってずっと土鍋でやったんですけど、久々に、じゃーん、これでご飯炊くとめちゃくちゃ美味しいんですよね。衝撃の事実、土鍋違い。これなんか違うなと思って、これじゃなかった。これは普通に鍋用の本当の土鍋でした。じゃーん、こっちの土鍋、これがご飯炊く用でした。あ、確かにこんな感じだった。思い出しました、これかまどさん、かまどさんで炊きます。なんかこんな、うちにこんないいものがあった。この米研ぎボール、いつもあの炊飯器のボールでやってたけど、これめっちゃいいじゃないですか。水切りが、まあ、何この紙グッズ、お米研ぐのめっちゃ便利です。これ研いですぐ水が切れるっていう。え、もっと早く使えばよかった。じゃあちょっとこれに蓋をして、さらに蓋をして、なんかこれでもう中強火でなんか12、3分やって吹いたら、蒸せばいいらしいです。アレクサ、タイマー for 12 minutes. 12 minutes, starting now. By the way, if you need more time, just say snooze when your timer is ringing and I'll add another 5 minutes. なんか最近アレクサがいろいろ余分なこと言い出した。さあ、だいぶ蒸気が出てきたんで、こっから多分あと2分ぐらい。アレクサ、タイマー for 2 minutes. アレクサ、ストップ。来た。じゃあこれで、もう火止めちゃいますよ。ダンと。で、20分。アレクサ、タイマー for 20 minutes。20 minutes. Starting now. ちょっと開けてみてください。はい。ダメだった。あ、なんかもっこりしてる。実は2号炊きを無理やり3号炊いちゃったんで、いきなり。だからボコっつったんだ、ね。あー。お、できてる。おー、でも。ちょっと無理があったけど、2号の方が良かった、ね、あ、でも美味しそうですね、うん、これをじゃあ曲げわっぱに入れちゃいましょう。あー、いい感じ、ちょっとお焦げもできてて、確かに難しいな、うん、お焦げできてる、うん、すごい。あ、でもいい感じだよ、うん、明らかにね、違うよ、ちょっと匂いがもう、もういい匂い、いいんじゃない、いいね、ポン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 しないで、なんで、そっとして、センシティブなんだから、すくのカクカクやってるけど、なんか切った方がいいんだ、ね、いやそっとね、うん、なんか寿司じゃないから、ふんわりさせた方がいいから、
めっちゃ食ってる落ちたやつ食ってる。めっちゃ落ちてる食いが早いいいよ、触らなくてもうん、そのままで。はい、完成です。はい、じゃああとは最後、このミヤンが注文してくれたしめ鯖と中トロ、これお刺身で今日のご飯にします。お、なんとこの中トロ、僕の実家三崎港の三崎港からやってまいりました。今日はまだ、サンフランシスコ的には30日、大晦日イブですけど、30日のディナーは三崎のマグロとしめ鯖と土鍋ご飯です。これ最高のごちそうじゃないですか。いただきます。ちょっとここにお焦げもできてて、もう匂いが全然違います。いただきます。これちょっと感動、ご飯だけ食べてもうまい、サバとうまい、中トロとうまっ、うまっ、バッチリです。Yeah, start to clap. And I start to clap.